いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはフィールシンパシー。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくフィールシンパシー行きました。続いて前へ行くのはアレグロモデラート、ルージュエクレール後方から。それでは先頭から。先手を取ったのはコンクシェル、すぐ後ろにグランスラムアスク、その後ろにクリノプレミアム。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。フィールシンパシー、その前に進出コスタボニータ、すぐ後ろ少し間が空いてタガノファッション、黄色の帽子アレグロモデラート、その後ろファンタジア。この馬もこのグループ、内からは新緑化、その外からラベル、すぐ後ろにヒップホップソウル、並んで13番フィアスプライド、すぐ後ろにククナ、ルージュリナージュ、そのうちに続いています。さあ先頭はまだ7番コンクシェル、2番手はコスタボニータフィールシンパシー、3番手後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はコンクシェル、フィールシンパシー続いています。コスタボニータ、その後ろ離れてクリノプレミアム、4コーナーをカーブして、さあこれからです。コンクシェル先頭、残り 200m、 先頭は依然としてコンクシェル、2番手はフィールシンパシー、ヒップホップソウル抜き去る、ヒップホップソウル1着、2着は微妙です。ヒップホップソウル見事このレースを制しました。スタートしました。アレグロモデラート、ちょっとタイミングが合いません。さあ先手を奪うのはどの馬か、フィールシンパシー前に行きそうです。コンクシェル、それに続いています。さらにはコスタボニータ、9番ファンタジア、その後ろグランスラムアスク、先手を取りました。アレグロモデラート、すぐ後ろ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。黒の帽子クリノプレミアム、その後ろこれに続くのがタガノファッション、並んで5番新緑化、その後ろからはヒップホップソウル、その隣にビアスプライド、すぐ後ろにルージュリナージュ、その外にラベル、すぐ後ろにククナ、並んで12番ルージュエクレール、最後方に北ウイング。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。この辺りで先頭が変わりました。コンクシェル、フィールシンパシー、ほとんど差がありません。間を挟んでグランスラムアスク、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はコンクシェル、離れてファンタジア、その隣からはアレグロモデラート、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はフィールシンパシー、残り 200m、 先頭はフィールシンパシー、ラベルいい手応え、一気にラベル、ラベル抜き去った、先頭はラベル1着でゴール、2着はフィールシンパシー、3着にククナ、ラベル見事このレースを制しました。スタートしました。コンクシェル好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してコンクシェル花に立ちます。その後ろからはフィールシンパシー、この馬も上がっていく構えです。さらにはファンタジア、10番アレグロモデラート、その後ろ先手を取ったのはコンクシェル、大きく離れましたコスタボニータ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。グランスラムアスク、それに続いています。黒の帽子クリノプレミアム、その後ろタガノファッション、それに続きます。その外から新緑化、その外にビアスプライド、北ウイング、そのうちに続いています。その外にククナ、内からはルージュエクレール、並んで8番ヒップホップソウル、ラベル、すぐ後ろ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はコンクシェル、2番手はフィールシンパシー、コスタボニータ、3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はコンクシェル、フィールシンパシー続いています。間が空いてクリノプレミアム、その外からはビアスプライド、4コーナーをカーブして、さあこれからです。コンクシェル先頭、残り 200m を通過して、さあ先頭は今度はビアスプライド、2番手はアレグロモデラート、ビアスプライド先頭だ、ビアスプライド、ビアスプライド1着、2着はアレグロモデラート、ビアスプライド見事このレースを制しました。スタートしました。アレグロモデラート好スタート、フィールシンパシー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してフィールシンパシー花に立ちます。その後ろからはアレグロモデラート、この馬も上がっていく構えです。ルージュエクレール、どうやら後方からの競馬、先頭に戻りましょう。先手を取ったのはコンクシェル、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。少し開いてアレグロモデラート、フィールシンパシー、すぐ後ろ少し離れてクリノプレミアム続いています。すぐ後ろにグランスラムアスク、黄色の帽子ファンタジア、その後ろすぐ後ろに新緑化、並んで11番コスタボニータ、隣にはフィアスプライド、すぐ後ろにククナ、
内からは長野ファッション。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として7番コンクシェル、2番手はアレグロモデラートフィールシンパシー、3番手この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はコンクシェル、アレグロモデラート、その後ろ離れて新緑が4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはフィールシンパシー、残り 200m を通過して、2番手はフィアスプライド、大外から一気にフィアスプライド、フィールシンパシー、フィールシンパシー、1着2着はフィアスプライド、3着にトップソウル、勝ったのはフィールシンパシー、このレースを制したのはフィールシンパシー。スタートしました。好スタートを決めたのはナベル、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してナベル花に立ちます。その後ろからはコンクシェル、この馬も上がっていく構えです。さらにはフィールシンパシー、9番ファンタジア、その後ろ先手を取ったのはコンクシェル、少し開いてグランスラムアスク、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。コスタボニータ、その前に進出、少し間が空いてクリノプレミアム、その外にアレグロモデラート、フィアスプライド、すぐ後ろ内からは新緑化、並んで8番ヒップホップソウル、ルージュリナージュ、そのうちに続いています。さらには長野ファッション、その隣に北ウイング、その横にルージュエクレール。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。フィールシンパシー、2番手はコンクシェル、コスタボニータ、3番手後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はフィールシンパシー、コスタボニータ続いています。離れてコンクシェル、離れてナベル、4コーナーをカーブして、さあこれからです。フィールシンパシー先頭、残り 200m を通過して、先頭は変わってコスタボニータ、コスタボニータ、先頭コスタボニータ、先頭だコスタボニータ、コスタボニータ、1着2着は微妙です。コスタボニータ見事このレースを制しました。スタートしました。おっと、長野ファッション遅れてしまいました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。コンクシェル前に行きそうです。ファンタジア、それに続いています。さらにはフィールシンパシー、6番グランスラムアスク、その後ろ先手を取ったのはコンクシェル、アレグロモデラート、それに続きますクリノプレミアム、そのうちに続いています。その外からコスタボニータ、その後ろからは新緑化、内からは長野ファッション、その外にフィアスプライド、並んで16番ラベル、内からはルージュリナージュ、さらにはヒップホップソウル、その隣にククナ、内からはルージュエクレール、最後方に北ウイング。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から15番フィールシンパシー、一気に先頭に立ちました。さあ先頭はまだ15番フィールシンパシー、2番手はコンクシェル、コスタボニータ、3番手後続も追い上げていきます。さあ先頭はフィールシンパシー、間が空いてコンクシェル、コスタボニータ続いています。内からは新緑化、4コーナーをカーブして、さあこれからです。フィールシンパシー先頭、あと 200m、 フィールシンパシー後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ、ククナ差し切った。2番手はフィールシンパシー、ククナ、ククナ、1着2着はフィールシンパシー、勝ったのはククナ、このレースを制したのはククナ。